で購入した麺類東京タンメン。隣監修1日分の野菜。タンメン。価格は、税込み550円。数種類販売されていますが、公式サイトで見たものよりも番内監修のラーメンはしょぼい気がして、野菜が多めのもの選択。他にも家系ラーメンも気にはなりますが、割愛。 電子レンジ加熱時間は、ローソンのも結構長めで500ワットは7分30秒。食べた感想。野菜は思ったよりも少ないかな。部の野菜類は、キャベツと白菜、コーンが目立つ。青い葉野菜はニラらしい。端だけではコーンが食べにくいのがネック。 スープが濁っているのでそこにあるのがつかめない。加熱した豚肉。麺は黄色味が少しかかっており、中太で横に広い麺。全体的に若干の縮れがかかっている形状。硬さは適度な歯ごたえがある程度。スープは塩とあっさりめなタイタンスープ。油は控えめ。 個性的ではないけど普通にごくごく食べれる味。後半やや味がくどいというか人工的な感じが辛くなる。別個で胡椒とおろし生姜がついている。これのせいか酸味が若干ある。粗引き胡椒は、大きめな粒を噛んでしまうと結構口に充満する。味は悪くないけどスープがいまいち強みに欠けるな。 タンメンだとこんなもんなのでしょうけど、豚スープに印象が弱い。あっさりめなスープで、野菜たくさん摂取したい人向けだろうか。ラーメン店のタンメンと比較して野菜が多いとは感じないですけど、キャベツは多めでした。栄養価が445キロカロリー。 炭水化物 60.4g 糖質 56.8g と麺類にしては少なめ。カップ麺食べるよりは健康的そう。タンパク質 24.8g は1食分としては適切か。